青山淳次郎は、明治時代に活躍した、長老派系の日本キリスト教会の牧師。北海道の宣教で活躍した。1883年第3回全国、キリスト神と大神牧会の幹部の記念写真。青山は、前から3列目の右から5人目へ地後国村上藩市、中山深司祭の三男として生まれる。1878年にバラ医療選教会。 宣教師 TA パームと押川正義に出会いキリスト教に改心する。1880年3月にパームより洗礼を受ける。パームの訓導を受けて伝道者になることを決心して、1883年に上京し、東京・二築寺の東京一致新学校に入学する。上京して間もない5月には、第3回全国キリスト教神と大神牧会に幹部として参加し、 上村正久や内村肝三と一緒に写真と撮っている。八百八十六年より、津波の柳川で巻き替えをした後、八百九十八年により、北海道の滝川で伝道を始める。その結果滝川教会が設立される。滝川では、当期学校を開校して、エベオツ町、新都津川、歌市内、温工などへ伝道し、九百二十一年これまで、 無牧で、しばしば応援して支えてきたカバト群浦ラ村の声援協会の牧師に就任する。ありがとうございます。